Hello everyone, and welcome back to Girlfriend of Steel. I'm sorry to say I do not know why those character boxes are not appearing, so let's see here. Okay. Hikari-kun, ohayou. Oh, why am I... Shinji! キリシマとどこまで行ったんや、もう教えろやな。ごめんなさいよ、嫌がってるでしょ。嫌がる？ If you don't know who it is, it's Hikari and Toji. 終わりやよね、シンジ。鈴原くん。I don't know why it's not showing up on OBS. The character pictures. シンジ、怒っとるんか？わしもこの間のキルシマのこと、ちょっと反省しとる。なあ、気にすんなや、小さい男やの。Wait, how? Okay, so... 120, okay. 機嫌直せや、シンジ。Oh, for goodness sake, Toji.Oh, for goodness sake. I don't know what's up with that. The rooftop? No, don't close! Good lord, I can't remember a damn thing.足の子って意外と大きいんだね。四方を山で囲われた全長6キロの自然湖なんだ。湖見たいな。バスで20分ぐらいだよ。一人で行ってもね。僕湖好きなんだ。今度の日曜日の天気ね、晴れなんだって。日曜日にはお出かけとかしたいよね。私もお出かけとかしようかな。一緒に出かける？本当？嬉しい！じゃあバスの時間とか待ち合わせ場所とか僕が調べておくから。私は二人分のお弁当作って持ってくるね。やった！ I wonder who would have voiced Mana in an English dub of this game.イカリ君、ネルフ本部から呼び出しがかかってるわ。僕に。I mean, obviously Spike Siegel would have voiced Shinji.謎の移動物体は湖の中に逃げ込んでいるらしいわ。潜りますか？その必要はないわ。ここから先は日本政府の管轄になるから、私たちネルフとは無関係になるの。わかりました。あれ、霧島さんだ。ついてきちゃったのかな。 Very suspicious. 出かけの楽しみが減っちゃうよな。スパイですよ、ミタツさん。状況報告して。上空1万メートルに偵察機がいます。ゆっくりしてられないわね。シンジ君、ご苦労様、帰るわよ。はい。suspiciousねえ、しんちゃん、彼女とうまくやってる？アスカが言うように、霧島さんが本当にスパイだとしたら、僕は彼女に会わない方がいいんですよね。なんだ、がっかりだな。だってネルフってそういうところじゃないんですか？霧島さんのこと好き？好きかもしれないです。それなら信じるしかないでしょ。私ちょっち寄るところあるから。本屋行って
その後バスで帰ります。しんちゃん。はい。 Oh God。 私はしんちゃんの味方だから。美里さん。じゃ。 Oh God, oh God. Not this part. I cannot. I had to look. Oh God. Please excuse me one moment. Okay.Bit of a change, but still will go the complete 30 minutes. East, South.West, North, West, South.South, East, North, South, North, West.South, East, South, and West. And there we go. Kirishima-san が男の子と話してる。 Yes, indeed. Full motion. そんな、やっぱり僕にアイスを使して新しいこと。違う。もしかしたら前から付き合ってた彼氏かも。でもそれじゃあ、yes, 僕は。Yes, but indeed. あ、そっか。兄弟かもしれないな。Don't count on it. わざわざこんな時間に。会うなんて。よ、お目当ての雑誌は見つかったかい？カジさん。こうやって見ると普通の中学2年生だって実感できるわね。リツコさん、この間すみませんでした。いいのよ。日曜日足の子でデートか。素敵じゃない。でも桐島さんが喜ぶかどうか。シンジ君、そんなに固くなるなよ。たかがデートなんだから。ほら、ちょうど芦ノ湖の地図もあるし、作戦を立てようじゃないか。I can't remember. Ashi no ko といえば、おとぎの国の海賊船。Oh, I hope I got that right. 最後に撮っておかなくちゃ。もうこんな時間。帰ってもう一仕事しなくちゃ。シンジ君、デートに OK してくれた彼女の気持ち大切にしてやるんだぞ。はい。Oh God, like I can't even remember. Yeah, and Alex has come to join us. Yo, Asuka doesn't like this. もしもし、桐島ですが。
イカリです。シンジ君？今度の日曜日に行くところ考えたんだけど。聞かせて。まず駒ヶ岳に登って、それから湯本温泉街、最後に海賊船で芦ノ湖を一周しようと思うんだけど。もしもし、聞いてる？嬉しい。 This doesn't sound well. 待ち合わせは第三新東京駅の銀の鈴で午前10時。いいかな？うん、楽しみに待ってる。これは二人だけの秘密だからね。わかったよ。じゃあまた明日学校で。すっかりプレイボーイね。全国1000万人の新人ファン号泣って感じかしら。そんなんじゃないって。キスの練習してあげようか。ただいま。あ、おかえりなさい。おやすみなさい。おやすみ。お腹すいちゃった。しんちゃん、デート決まったんだって。ええ、no, おめでとう。フォーモーションは、もしもし、葛城ですが。ゆうがくん、わかった、今すぐ行く。しんちゃん、コンビニの弁当あげるわ。ちょっとネルフに行ってくるから。いってらっしゃい。自分だけ女の子とデートなんかして、それどころじゃないような気もする。でもとにかく今回のデートの約束だけは守ろう。それからは美里さんやアスカも一生懸命やってるんだから、僕も任務に専念しよう。全てが終わってからまた考えればいい。いよいよデートだ。頭は昨夜洗ったし、ハンカチもちり紙も持ったし、霧島さんからもらったペンダントもつけたし、なんか緊張するな。 Yes, indeed. What in God's name is that? 次のアスカはまだ寝てる。起こさないようにそっと出かけよう。シンジ君、おはよう。待った？今来たところ。じゃあ行きましょうか。うん。うわっ、かわいい。なんていう子？温泉ペンギンのペンペン。ペンペン、かわいい。ペンペンの上でスティオンシンジーズガール。Shinji's going to the Asuka. きれいだね。ね？マナって呼んで。なんか恥ずかしいよ。呼ばないとお弁当を預けね。あ、だってそういうの僕のキャラクターじゃないし。あ、そう。じゃあお弁当持って帰ろうかな。あ、待てよ。I'm pretty sure I,心の準備するか。 So that hat, that's how everything was well. マナ。何？シンジ君。マナ。シンジ。マナ。私ね、もしかしたら断られるんじゃないかなって思ってた。どう
どうして？なんとなく。僕がネルフの人間だから。もし私があなたの敵だとしたらどうする？バカバカしい。そんなことありえないじゃないか。シンジ君。どうよ。ごめんなさい。だけど私が敵だとしてもシンジ君は私を愛してくれる？私のあげたペンダントね。うん。シンジ君の手、硬いね。パイロットの手だね。マナのは柔らかい。今日は楽しかった。マナはスパイなんかじゃない。She might be. Don't be so sure.戦時の司令部、直接確認中。放射線と有害物質の確認を至急お願いします。コウは自らの重量で岩を踏み崩し、バランスを失い、花崗岩に激突。謎の移動物体は、新型の人型兵器だと思われます。高速で移動中に崖を踏み崩し、そのまま岩盤に激突したものです。生存者はいるのか？胴体の中央に人の入れるハッチのようなものがありますが。許可は取ってある。ハッチの中を調べてくれないか。はい、そうします。くだらん。あんなものに付き合っている暇はないはずだ。無視するわけにはいかないだろう。すぐ終わるさ。シンジ。シンジはいるか？はい。 Yeah, he's at home. 待機の必要はなくなった。実験棟の方へ行き、テストの続きをしろ。でも、美里さん、いや、葛城さんさんの指示を聞かないと。命令だ。はい。What on earth? Yeah, jeez. I mean, if that's one of his pastimes, I'm not gonna judge. 父さんはいつも勝手だ。Okay, now give me a minute to remember here. Let's see. Yeah, it's coming back to me.シンジ君、白糸の滝って知ってる？あの人型兵器が激突した富士山の名所。また一つ旅行の楽しみが減ってしまったわね。Well, I'm already there. What am I doing?Jeez, I'm so... Yeah, I'm really out of it today. Yeah. Wait. No. Okay.Oh, jeez.No, I'm getting ahead of myself. Shinji 君、体調はどうだい？俺？温泉にでも浸かりたい気分だよ。
使徒の処理でも人手が足りないのに、今度は人型兵器が滝壺で行水だもんな。おはようございます。デートの方どうだった？とても楽しかったです。人生最良の時ね。リツコさんはいつもこの部屋に一人きりなんですか？いつの間にかね。考えている時って他人は邪魔でしかないから。頭がいいんですね。頭がいいっていうのは褒め言葉にならないのよ。知ってた？あ、すいません。さてと。リツコさん、実験の方は？予定変更よ。すぐ出かけるから。あの人型兵器の中からパイロットが収容されたの。パイロット？シンジ君と同じ中学生くらいの男の子ですって。僕と同じ中学生？とっても楽しみ。行ってくるわね。彼女によろしく。リツコさんって時々ものすごく怖い気がする。この忙しさに耐えきれず辞めていく人も多いんだ。 Maybe not the smart ones。 I mean with Gendo as the one in charge。 I don't know。 Maybe they really are the smart ones。パイロットを収容したってリツコさんは言ってたけど、その収容先が聞いて驚き、戦略自衛隊病院なのよ。ネルフの中央病院じゃないんだ。あ、でもリツコさんが見てくるって。頭くるわね。もう私だってネルフの一員なんだから秘密を教えてくれたっていいじゃない。秘密？へえ、意外と大きい病院なんだ。Yes, indeed. Indeed it is. Let's see if I can remember. あんまり入院したくない名前の病院ね。Hallway? あんたが案内してよね。Yes, yes, of course, of course. 彼が、あの移動物体騒ぎの犯人？多分そうよ。多数の精密なミサイル、100ミリはある機関砲、物がつかめるような手もついてるわ。私たちネルフの敵ね。敵？ネルフを襲う理由がわからないよ。バカね。エヴァーの存在に決まってるでしょ。なんで？エヴァーはそうなのよ。何がそうなの？私がそうって言ったらそうなの。本当は知らないんだ。その少年がエヴァを潰そうとしたって、ただそれだけのことよ。そんなはずありません。マナ、どうしてここへ？そこに横たわってる人は私の友達です。なるほど。桐島さんはそれが目的でシンジに近づいたってわけね。私たちを罠に陥れるつもりなんだ。え、私はただお見舞いに来ただけです。あんたがお見舞いに来たその少年はエヴァー潰しの犯人よ。一体どういう関係？それはシンジもバカよ。転校してきた女の子がいきなりデートに誘われるわけないじゃない。そうだったの？違います、バカシンジ。殺されても知らないからね。私帰る。 She's worried in her own way。 シンジ君は私のこと信じてくれるよね？とにかくここにいるのはまずいよ。誰かに見張られてたら犯人扱いされるから。シンジ君、私をかばってくれるので。ごめんね、
私のせいで面倒になって。帰るんだ。そうだよね。Yes. Oh, for goodness sake. Oh, yes, I remember now. Shinji-kun. Okay, so that just takes us the rooftop.彼は誰？友達。僕以外に男の友達いたんだ。名前はケータ。前の学校の同級生。説明なんていいよ。どうしてそういうこと言うの？マナの彼氏のことなんか知りたくない。ケータはただの友達だから、シンジが考えてるようなことはないのよ。誰？いい雰囲気のところ、邪魔しちゃったかな。カジさん。脅かして悪かった。ロボット騒ぎの少年の件でちょっと呼ばれたんだ。相手が人間の作ったロボットだけに厄介なんだね。少年がマナの友達なんです。そっか。状況は不利だな。マナ、みんな私のせいかもしれない。ねえ、どういうこと？落ち着いて。これから俺の言うことをよく聞くんだ。まず俺にはこれ以上何も話すな。次に早くこの病院から出るんだ。あとは普通通りに生活してればいい。ただし君はもう病院へ来てはダメだぞ。はい。シンジ君、彼女を守ってやれよ。でも何も言うな。早く彼女を外へ。マナの秘密、知りたい。シンジ君には関係ない。 Oh, the secret of Mana? No, not a different game. 知っちゃいけないのよ。なんで？シンジ君がそれを知れば、私たちはもう二度と会えなくなる。誰にも話さないって約束する。分かったよ。もう聞かない。マナにはマナの秘密があるもんね。勝手な女の子でごめんね。僕が秘密を知らなければそれで済むんだ。でももしその秘密がネルフやエヴァにとって重大なことだったら、それはミサトさんやアスカやデイ、リツコさん、みんなを裏切ることになるんだ。シンジ君が一生懸命やっていると僕たちも頑張らなくちゃと思うよ。ネルフが活気づいたのもシンジ君のおかげだもんな。シンジ君、偉いわ。頑張ってね。シンジ君、君のお父さんは君が来てくれたことを誇りにしているよ。父さん。シンジ。シンジか。くだらんことで電話をするな。Yeah, I don't think so. 父さんには僕の気持ちはわからないよ。母さんなら。Would she? Well, that's something you don't see every day. 手応えは？ありません。ロボットは2機目撃されていて、うち1機は見つかったけれどね。もう1機は芦ノ湖の中ですか？そのはずなんだけど、餌が悪いのかしら。ロボットの事件とネルフとは関係がないのに、
なぜ調査するんですか？女の意地よ。碇司令は何か隠しているわ。だからじらすの。本当のこと知りたいじゃない。美里さんも仲間外れですか？と、きついな。あら、電話。はい、葛城ですが。碇司令、これはどういうことですか？二人とも座ってくれ。葛城さんさ、あなたが保護者の代わりを務めているんでしょ。しっかりしなさいよ。だから、どういうことで真司君は呼ばれたのか聞いてるんじゃないですか。私が霧島さんのこと報告したのよ。あの子スパイだもの。ハスカ！何よ！二人とも落ち着いて。真司君、その霧島さんって女の子から何か受け取ったものはない？例えば、身につけるようなもの。ペンダントよ。やだ。出すんだ、シンジ。父さんに、どんな権利があってそんなこと言うんだ。シンジ君、言葉を慎みなさい。あなたはネルフのみんなを裏切ろうとしてるわ。キツコさん、彼女のこと喜んでくれたじゃないですか。ペンダントを出して、それを調べればその子の疑いは晴れるから。シンジ君。わかりました。分析の方を急げ。時間などかける必要はないからな。美里さん、僕は恥ずかしいです。父さんの前で何にもできず遊んでるみたいに思われて。大丈夫、真司君はよくやったわ。自分を責めなくていいのよ。また霧島さんに会いに行けばいいじゃない。私のこと嫌いになったでしょ。もっと嫌いになっていいのよ。でもね、私は負けない。絶対誰にも負けない。負けられないのよ。 Okay, well that seems to have happened. キュリシマとアスカ、休みなんやな。まあね。アスカはともかくとして、霧島がおらへんと寂しいやろな。ほっといてよ。しかしシンジはいいよな。あんな可愛い彼女ができてさ。うちに帰れば美人の美里さんがいるし、誇り高きエヴァーのパイロットだし。あーもう無邪気じゃする。シンジを調子に乗らせてもどこが面白いっちゅうんじゃなあ。シンジ、図書室でえらいエッチな図鑑見つかった話や。もう丸出しちゅうわせやけどね、一緒に見に行かへん？僕はいいよ。まさか、もう見たちゅうにはないやろな。そか、彼女に土下座して見せてくれとか言うて、もうほんまにわしも見たいわ。当時やめよ。本当に元気がないみたいだから。励ましたろっちゅう。もう熱い友情がわからんのか。そっとしておこうぜ。しゃあない、二人で行こうか。What does that say? Big Apple Diner? Yeah, Big Apple. I could have just read that right there. Why did I try reading in the neon? すいません。はい、なんでしょう。水ください。はい、ただいまお持ちします。はい、いらっしゃいませ。シンジ君。今日のランチ美味しい？美里さん、なんでここが分かったんですか？シンジ君のことは何でも分かるのよ。霧島さんのペンダント、正真正銘普通のペンダントだって。よかったじゃない。これで彼女が無実だってこと証明されたんだから。でも Perhaps
僕がマナと付き合ってんの誰も歓迎してないんでしょ。しんちゃんったらもうラブラブなんちゃってね。マスタービールとシーフードピザ。はい。ねえ、明日彼女を家に連れてきなさいよ。仕事を早く切り上げて私が夕食の用意をするから。夕食食べるんですか、ミサトさんの。 Humanity simply hasn't evolved to the point of survivingMisato's cooking. Misato-san って、ネルフの人なんでしょ。優しいお姉さんみたいな人で、僕たちの味方だから。でも、僕が、うちまで案内するよ。私。それに、Misato-san に認められれば、ネルフに気兼ねせずに済むし。わかった。絶対来てよ。楽しい夕食になるといいね。うん、ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。あの子、来るんだ。喧嘩しないでよ。喧嘩してほしくなければ、連れてこなければいいのよ。そんな。おやすみなさい。And, that's weird. It's just, Yeah, these are photographs. What? Yeah, that's definitely a bird. 知らない人の家に行くの怖いな。Hello, Pen Pen. Osoi wa ne, Misato. Nani yatte no kashira? So so. Asuka, saikin choushi dou? Ara, kyuu ni aratamatchatte. Atashi to Anna no naka janai? Henna koto iwanai de yo. Mana ga gokai suru kara. Datte, Anata to wa ofuro mo issho.寝るのも一緒だもん。違うよ、お風呂も寝るのも別々じゃないか。あ、この間私の下着が一枚なくなっちゃったのよね。返してくれる？まだ本気にしちゃダメだよ、みんな嘘なんだから。シンジ、うるさい。霧島さん。はい。素敵ね、好きな人の家に訪ねてその家族と会うのって。正直羨ましいよ。家族ですか。私たちは本当の家族じゃないけど、そう決めてるの。最も愛されてるのはシンジの方だけど。Sadly true. シンジ君だけじゃなくて、アスカのことも愛してるわよ。ミサトさん、よかった。料理できたんですね。任せてよ。霧島さんももっとリラックスしていいのよ。はい。さあ、今日のメインイベント、おどくみの時間です。3回作り直したからね。3度目の正直ですね。2度あることは3度あるってね。さて、いただきましょうか。いただきます。来賓の方からどうぞ。まず僕が味見してみるよ。ダメよ、霧島さん召し上がってください。はい。Ah, the moment of truth. どう？美味しいです。 A miracle. 本当？よかった、みんなも食べてみてよ。ところで、霧島さんはシンジ君のどういうところが好き？目かな。目？なんか奥に輝きを秘めてるっていうか、シン
くんって目が綺麗でしょ。シンジのことを何も分かってないね。まあまあ、食事はみんなで楽しくね。霧島さん、本当の目的は何？ハスカ、なんでそういうこと言うの？あんたがはっきり聞かないからよ。ほら、二人とも喧嘩しないの。霧島さん、気にしないでね。いっつもこうなのよ。アスカさん、私はシンジ君のこと愛してます。 Yes, indeed. 愛とか恋とか軽々しく口にしないでほしいわ。No, she's silly. 泣いてる人の方が多いんだからね。アスカ、ごめんね、せっかく来てくれたのに。本当にアスカったら、学校では仲良くしてあげてね。え、マナ、ごめん。いいの、言いたいこと言ったら気持ちよかった。そこまで送ってくよ。ううん、ここにいて。また学校で会えるじゃない。今日はごちそうさまでした。はい、またいつでも来てよ。マナは来なかった。その翌々日も。Up from the depths.全車、目標の移動物体が射程距離に入り次第、ホールドモードにして弾は全部使い切れ。Oh, sure, that's a great idea. 目標、近鉄デパートの方から現れました。でかいじゃないか。射程距離内です。撃てー。隊長、歯が立ちません。芦ノ湖から現れた移動物体は国道75号線を通過、軍の戦車隊と接触、モノレールの駅を破壊し現在も移動中の模様です。好きなようにさせておけ。しかし現中にエヴァの施設を傷つけられたら厄介だぞ。修理の費用もかさむ一方だ。あそこの作戦行動はむちゃくちゃに破壊しまくるからな。奴らのプライドを潰すにはちょうどいい。間違いは体で覚えるべきなのだ。なぜエヴァを出撃させないんですか。ロボットなんかすぐに止められますよ。上からの出動要請が出ないからよ。もともとエヴァは使徒の攻撃に対する防御を最大の目的としているでしょ。使徒、私たちに対して破壊しかなし得ない宇宙からの訪問者、それの攻撃を阻止するエヴァ。でもロボットは違うわ。同じ人間の作ったものですもの。ネルフは無関係なの。人間からの攻撃ですか。私には何も知らされてないわ。隠された真実ってところね。一個の弾丸から国同士の戦争になることもあり。戦争。あのロボットにも僕みたいな中学生が乗ってるんでしょうか。それを考えるのはやめましょう。分かったところでどうにも助けようがないわ。助けられないから考えないっていうのはおかしいんじゃないですか。シンジ君、あなたには守るべき人、霧島さんがいるでしょ。彼女、学校ずっと休んでて会ってないんです。そうなの。以前のロボットのパイロットは霧島さんの友達でした。美里さん、パイロットを助けなければ。必要ないわ。あのロボットの存在自体ムカつくのよ。この地球の非常時にまるでエヴァはいらないとでも言ってるような感じじゃない。シンジ君。マナ、どこ行ってたの。ずっと学校休みで。いないの。誰が。集中治療室のケイタが。マナは病院にいちゃダメだって
カジさんが。だっていないんだもん。病室に移ったんじゃないの。受付で聞いたらそんな人は入院してませんって。よく探してみようよ、うん、もしかしたら別の名前で入院してるかもしれないよ。待ちなさいよアスカ。喧嘩はダメだよ。私も行くわ。シンジ一人だけじゃ何をされるかわからないから。でもいいのよ、一緒に来てくれるなら心強いわ。優等生も連れて行くわよ、少しだけなら。分かったよ。じゃあ4人で戦略自衛隊病院へ行こう。アジェンダーインバーテッド。ファンタスティック4。病室も探したんだけど。アスカはクリアリーで別の病院へ行ったとか。あるいは助かんなくて。生きてるわよ。ごめん。But who is Mr. Fantastic and who is the thing? 私たちを悪者みたいに。あのロボットの何かと関係があるんじゃない？もしかして引き戻されたのかも。奴らに。奴らって。後ろ！シンジ！チクショ！逃げるのよ！ここは女子専用よ！隠れなきゃ捕まっちゃうよ！私が出ていきます！みんなを巻き添えにするわけには。 What are they doing? Ransacking the place? 見つかりません。出て行ったら殺されちゃうよ。集中治療室の少年も奴らに殺されたのね。そうなんでしょ桐島さん。そんな。アスカ、携帯電話持ってる。美里さんに連絡しないと。そうね、非常事態だから非常連絡モードで。ここね。おじいさんや、もっと早く歩きなさいよ。おばあさんや、これ以上急いだら怪しまれるよ。Like、どうも怪しいな。表にネルクの車が止めてあります。シンジ in his pocket。 捕まえるんだ早く。The みんな fake beard's the fake mustache. Did Shinji just have those in his pockets? I really want to know. 追いかけてくるわ。ぶつけろ。殺せ。なんで追ってくるのよ。なんで撃ってくるのよ。どうして追われてるの。私が悪いの分かってるわよ。そんなことだからどうして。私が裏切り者だから。私はあの人たちの仲間です。事情は後、みんな捕まって飛ばすわよ。Well, so much for that car chase. いなくなった。マナは奴らの仲間だったんだ。転校した日、僕に声をかけてくれたこと、嘘だったんだ。違うわ。だって僕や美里さんを騙そうとしたんじゃないか。仕方なかったのよ。マナはスパイなの。そうなの。そうよシンジ君。うん。私はエヴァ初号機のパイロット、イカリシンジの日常の生活を監視する軍の少年兵。でもね、私はシンジ君が好き。それは嘘じゃない。シンジ君は私のことが嫌いになってる。 I'm saying this complicates things. 勝手すぎるよ。シンジ君やめなさい。だって二人ともこんな時に言い争っても仕方ないわよ。とにかく安全な場所まで移動しましょう。そこでネルフ本部と連絡するわ。アナはどうなるんですか。警察へ行くか、ネルフへ収容するか、どちらかになるでしょうね。Yes, indeed. そんな。でもね、今マナをそのまま返したらどうなると思う？リツコ聞いてる？シンジ君の同級生なんだけどね。
この子は軍から逃げてきた少年兵で助けを求めてるの。なんとかしてあげられないかしら。え？関係ない？スパイなのよ。とんでもない。だからちょっと違うのよ。あ、霧島さん、シンジなんかスパイしてなんかの役に立つの？私が得た情報はロボット兵器の設計部に行くの。それをもとに操縦席の改良がされるから。じゃあロボットのパイロットが中学生なの？エヴァを真似て作ったから？そうじゃないの。パイロットが14歳なのは6年後の戦争を想定して訓練しているから。6年後？6年後にはパイロットは20歳ってわけね。最初私たちは新しい乗り物を操縦できるんだって喜んでいたわ。私の仲間は武蔵とケータ。訓練を楽しむうち打ち解けたの。でもロボットの操縦は難しくて、私は激しい振動で1ヶ月もしないうちに内臓やられちゃったわ。そんなある日、6年間も縛られるのは嫌だってケータが柵を越えようとしたらしいの。しかしそれではロボット兵器計画全体がダメになってしまう。大人たちは力ずくで私たちを柵の中へ押し込めたわ。みんなはだんだん苛立ってきて、大人の目を盗んではケータをいじめるようになったの。それを武蔵と私で止めたんだけどダメ。みんなそれを見て笑ってたわ。私と武蔵とケータの3人はいつかロボット兵器で脱走しようって冗談で言ってたのに、それを本当にしてしまうなんて。私も共犯だから追われて当然よね。いざとなれば僕の部屋に隠れればいいよ。そしたら今度はネルフの諜報部が黙っちゃいないわよ。父さんに言えば助けてもらえるかもしれない。 No, don't count on it。あなたのお父さん、敵を助けるようなことはしない。マナは敵じゃないよ。違うんだから。みんな聞いて、ネルフの方で霧島さんの身柄の確保について話し合いが行われているわ。結果が出るまで待ちましょう。霧島さんの仲間ってみんな男の子なんだ。ええ。その子たちとシンジとどっちが好きなの？比べられない。だって違うもの。早くも二人の関係は破局に向かっているわね。私、シンジ君と出会えてよかったと思ってる。ミサトがこっちに手を振ってる。マナ、家に連絡したければ僕が代わりに知らせてあげるよ。いいの。父さんはうるさいだけだし、母さんなんて心配しすぎて病気になっちゃうから。そう。ネルフへ向かって強行突破よ。どうしたんですか？会議が長引いてるんだって。どうせみんなでピザでも食ってんのよ。マナが檻みたいなところに入れられるなんてことはないですよね。あんた、霧島さんがいるところでよくそんなこと言えるわね。私は平気です。マナ、父さんに頼んですぐ自由になれるようにするから、それまで我慢しててね。ありがとう。いや、clearly this is gonna be longer than 30 minutes。私はネルフの桂木3佐です。そこを通しなさい。何をしている？イカリシエ。何をしているかと聞いているんだ。父さん、霧島さんを助けてよ。シンジ、学校はどうした？学校はもういい。赤木博士のところへ行き、実験の続きをするんだ。シンジ君、助けて！連れて行かれちゃうよ！父さん、あの子殺されちゃうよ。ネルフに連れてっていいでしょ？桂木さんさ、
はい。後で第十二会議室まで来るんだ。はい。美里さん、父さん、お願いだよ。父父父さん、ひどすぎるよ。Ding dong, who is it? Kao Jin. 勝手に上がらせてもらうよ。カジさん。カツラギ、君がついていながらどういうことだ。中学生を見殺しにして。私たちには関係ないことよ。怒り司令の判断なの、仕方ないじゃない。命を何だと思ってやがる。これだから女ってやつだ。ずいぶん偉そうに説教してくれるじゃないのよ。女の子の一人ぐらい助けてやれって言ってるんだ。帰って。目を覚ますんだ、カツラギ。カジ君、ここは私の家よ。勝手に上がらないでちょうだい。人を呼ぶわよ。ただいま。お土産買ってきたわよ。コージーコーナーのシュークリーム。僕はいい。あーん。いいって。しんちゃん、はい、あーんして。やめてよ。そんな気分じゃないんだよ。男のくせにいつまでもメソメソしてさ。あんたがそんなんだから霧島さんが捕まっちゃうのよ。マナのこと父さんたちに告げ口したのアスカじゃないか。報告の義務よ、仕事なの。あの女は敵だったじゃないの。マナは僕と足の声出かけた時とっても喜んでたんだ。好きなんだよ。 Do you?このまま何もしないで諦めるの。ソニック。Ah, yes. Well, Yes. Just making sure, and... Yeah, there we go. So, Yes, 57 minutes or so. Anyway, that's it for today. I'll see you next time. See ya!